耳を塞いでるわけではないけど、あの耳の近くにあるということで、こうこれからもこう練習方法がこう革命的になるような商品なのではないでしょうか。ものすごくクリアによく聞こえます。あの粗い部分もあの割と鮮明に聞こえるので、こう録音して確認するのに、まあ、とてもいいのではないかと思いました。多分あのサックスってもともと音が結構大きい楽器なので、まあ、このメトロノーム例えば鳴らして吹くとかっていうこと時も、こうメトロノーム鳴ってるスピーカーがこう遠くにあるのではなく、この辺にあるとあのあまり大きな音で鳴らさなくても聞こえるっていうのがまず一ついいかなって思います。で、あとこう録音してこう自分で聞いてみるって言った時に、スピーカーが遠いとちょっと細かいところまで聞こえなかったりとかすると思うんですけど、これはすぐに再生してこの場で聞こえるので、あのとてもクリアにこう細部まで聞こえていいかなというふうに、はい、思います。つけてるの忘れてしまうので、あの撮ることを気をつけないといけないなというふうに思います。個人練習ですごく使えるんではないかなと思います。もうメトロノームからチューニングのからあと自分の練習の録音をして、あこうなってるなっていうのをこう客観的に聞く。でもうずっとかけっぱなしでも大丈夫だと思うので、こうなんかいちいちこう作業が必要なわけではないので、すごく効率がいいのではないかなと、はい、思います。はい、スマホでもチューナーもメトロノームも全部入っているので、はい、スマホとこれがあればバッチリなので。